女優さんによくやってるやつ、これ春夏なのに黒着るって結構意外性があって楽しいと思うの、うん、ブラウンじゃないよな、黒だよな、すごい全然違う。今日はですよ、相棒に来てもらいましたよ。相棒です。相棒のどちはるです。相棒です。来てくれましたよ。よろしくお願いします。そうね、もう知らない人いないと思うんですけども、嬉しいです。おしゃれスタイリスト、いやこれね本当にずっとやりたかったの、うん、洋服とメイクの関係性ってすごいじゃん、うんうん、で常々俺はさ、あの洋服を着替えてからメイクしましょうっていうタイプ言ってますね。言ってるでしょ、うん、でそれをどう見せたらいいかなってずっと思ってたんだけど、ね、いつもファッションシューティングするとき、まあ、連載も一緒にやってるじゃん、バイラーでも連載してるし、はい、その時も必ずドドちゃんが持ってきてくれた服、これがこのタレントさん絶対似合うよっていつも持ってきてくれるんですよ。それに対して僕はアンサーでやってるだけなんですよ。で僕がメイクする、そしたらドドちゃんが、いやじゃあもうちょっとこう例えばネックレスとかイヤリングとかつけようかな、うんうん、みたいな感じでプラスしてくれるんですね、順番がね。そう、それから洋服があってメイクがあってでアクセがあるでしょ、はい、この3つなんですよやり方って、うん、すると本当に簡単におしゃれになれるんで、今日はそれをねちょっとお見せしたいと思っております。思います。はい、でドドちゃんのチャンネルの方では先ほどね、一度やらせてもらってるんですけども、これは何、またこれも春買った服、そう買ったばっかなの、今日初めて来ました。春夏なのに黒着るって結構、うん、なんて言うんだろう、あの意外性があって楽しいと思うの、うん、なるほど、うん、俺なんていつも黒か白か、まあ、こういうネイビーかなんだけど、はい、重たいかなと思うの、うんうんうん、それどうするの、そういうの重さを軽くしなきゃいけないじゃん。それはメイクで、あメイクで軽くするのね。あとはこうなんていうの、うん、足首出してちょっとだけサンダルにしたりとか、はい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 、爪出したりとか、うんうん、あとここはねヌーディーだから、うんうんうん、なんかそんなに重たくならないはず。あデコルテも開いてるもんね。デコルテ開いたり、こう、こういうところがなんかアクセつけたりとかすれば、うん、夏っぽさが出る。なるほどね。だから首っていうとこ、首は出した方がいいね。乳首が出した方がいいもんね。乳首以外は出しましょう、うん、手首と足首と首はで、冬は逆に冷やしちゃ まずいですよっていうのが首だから、うん、乳首以外、乳首以外は絶対に隠そうって、うん、夏は逆だよと。はい、でもちょっとイヤリング、はい、これはピアスしてます。はい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 、はい、こういうとこもポイントでしょ。黒の、うん、石がついていて、うん、ここにシルバーのチェーンがあるので、うんうんうん、合わせました。なるほど、はい、でもそんなシルバーシルバーしてないね。してない、すごい馴染んでる感じがする。馴染んでます。こういうところも大事ってことね。はい、まあ、一つだけアクセしてるだけで全然違いますから。確かに靴こういうのだったらサンダル、もうサンダルでヌーディーにこうちょっとこうシンプルなサンダルを履くと女性らしくなると思います、うんうんうん、スニーカーとかだとちょっとバランスが取りづらいと思います。確かにスポーティーになっちゃう。はい、じゃあこの服に合ったメイク、はい、よろしくお願いします。いやぶっちゃけ今でも合ってんだよ。そうか、さっきのね、うん、さっきのメイクでも十分いけるんですよ、うんうん、まあ、今年っぽさっていうとやっぱりこういうからし色をうまく使うと今年っぽさがすごく出てくるかなと思うんで、こういう色をベースに使うとすごくいいです。ただ、まあ、まあまあせっかくだからね、洋服変えたんで、メイクも変えていきたいと思うんだけど、はい、ドドちゃんの場合はあのリップ、うん、すごくこなれてるじゃん、うん、まあ、こなれてるわけではないんだけど、うん、リップを塗ると急に顔が締まるから、うんうんうん、リップだけ塗ることが多いです、ね、だからもうはっきり言うとアイメイクこのままでリップだけ変えるっていう人でもいいと思うので、そのやり方もありだと思ってます。もうアイメイクはいつもと一緒でリップを変える、これだったら誰でもできるじゃん。でポイントは赤リップってつけ慣れることと思わない？最初抵抗なかった？赤リップ、うんうん、なかった？あった、あったでしょ、うん、で塗っていって似合うなっていうの分かってくる、つけ慣れると嫌じゃなくなるじゃん、うん、そこだと思うな、はい、うんうん、濃いめの、濃いめの赤、うん、で抜け感があって透け感があって、これでツヤだけもう一回さらに足してあげたらもう出来上がりって言っちゃってもいいと思う、ぶっちゃけ言うとね。出来上がりなの、うん、
アイメイク一緒です、リップ変えました、でも全然違う顔だと思う、これね、ドドちゃんの急にちょっと大人っぽくなる、大人っぽくなるでしょ、うん、ね、これでもいいと思います、あの、はい、すごくこうメイクガラッと変えなきゃいけないではなくて、ポイント変えるだけでも十分顔が変わってくれるから、うん、ね、そういうやり方一つ、いやもうちょっと変えたいですよってなった時に、じゃあどうするかで、この洋服がもっとプロの目線で言うならば、こう横ラインがあって縦の高さ長さがあって、あ、じゃあこっち糸縦の糸あーなーってやつね、いや横のラインがこう綺麗じゃん、で縦ラインもある、じゃあラインで構成するメイクもありかなってなってくるわけ、はい、そうなるとラインをピョッと効かせる糸メイクね、糸でこの時にじゃあ色はブラウンじゃないよな、服が黒だよな、はい、ほら簡単でしょ、考え方で言うと、ですって、でさっきのシャドーラインをなぞる感じよ、よいしょ、でドドちゃんは全部引いちゃうと目がクッと潰れてきちゃうんで、はい、あえてラインを端っこだけ、うんうんうん、ピョッピョッ、はい、どう、ピョッ、ギターないんだ、ないのよギャンってやりたいとこなんだけど、え、すごいすごい、終了なの、全然違う、終 了, 終了なのこれで、やば、終了、いやこれでいいのよ、うん、なんか全部が頑張って変えなきゃいけないじゃなくて、うん、洋服から得れるインスピレーションを感じたら、うん、じゃあどことどこをポイントに持っていけばいいのかな、あとは自分の嫌いなところを隠していって、うん、であとは洋服とこうマッチングさせるって、もうこんだけ。ほら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 、簡単でしょ、喋ってるやん、これね、よくみんなポニーテールって言ってるけど、俺から言わせればシャレテールってやつね、うん、夏夏夏ココナッツ、アイ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 ランドやめて、最高最高でしょ、うん、でここのおでこ周り、じゃあどうすんだって、うん、ね、この毛はどうしようかなって言ったら、もうワックスとかオイルとかでベタッと持っていって、うんうん、ちょっとすだれる、そう、ほら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 、あ、ピアスも見せたいから、こう女優さんによくやってるやつ、これ見たことある、一緒にやっとるやないか、本当に見たことある、これほらほら出来上がるじゃない、どう、顔小さ、顔小さって感じよ、もう出来上がるよ、秒じゃん、アイライン引いてリップ塗っただけ、塗っただけで、これデコルテ周りとかもちょっとハイライト足して、うんうん、さらに光を、あ、ツヤのある女、うん、そう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 、ほら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 、ツヤあり女に、うん、デコルテも綺麗になる、うんうん、秒よ、秒メイク、うん、そう、こんな感じ、秒で終わっちゃった、早いでしょ、うん、でも最初にね、うん、ドロちゃんのチャンネルでやらせてもらったあのメイク、うん、あそこからちょっと派生させてるだけだから、うんうんうん、そんなに難しいこともないし、うん、まあ、みんなすぐトライできると思います、うん、ぜひぜひぜひやってみてね、ぜひぜひ、花火見に行こう、これで、え、これで行くの、うん、目立つね、あなた、ピューって感じです、皆さんやってみてください、最高でした、嬉しかった、ありがとうございました、バイバイ。もうたくさんのメイクを皆さんに見ていただこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。